ましたけど、やっぱね、風は関西にしかできません。多分あそこなら多少できる。なんで関西に行きたいと思います。誰？おじいさんそれ。ヤマハは壊れんよ。どんな荒波でもさ、うん、何でもないわね。うん、ねえわ。ゲッテこれゲッテ、あっち、はいはい、あ、ゲッテ、ちょっと味見。うん、まあ、うまっ。え、甘くないぞ。うん、バナナ、うん、うまバナナ。香りはバナナだな。カレーかな。うまい。どれ？グライ、グライ、グライパダン、グライパダン、グライパダン、カレーの匂いするね、やっぱり、うん、さあ、今日はね、カレーです。カレーだけにカレーに食っていきましょう。魚、いつものあれじゃないぞ、これカツオじゃねえぞ。ということで、いただきます。うん、どう、これ食べたことある。マジで、うん、日本で。この疲れじゃなくて、うまい、うん、おいしい。うまい、これあれもまずすごいトロトロしてておいしいし、最高。犬って本当は学習能力あるやろ。はい、今日もお疲れ様でした。今日は、結局朝もポイント全部見たんですけど、まあ、結局できるとこなくて、
でも昼からちょっと風やんだんで行ってみたけど、やっぱり結局スーサイドがちょろっとできたかな。まあこういう時もハイシーズンじゃない時は往々にしてあるので、まあこれがメントライの全てじゃないということだけは分かってくださいね。おやすみなさい。皆さんおはようございます。本日は3月の19日木曜日になります。今日で最後ですね。明日はここを離れることになります。まあ短いということで、パギパギジャン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 プルン。あ、何何、うん、どうした。雨降った時はおめえもおとなしいな。うん、あれ昨日も食べたんですけど、なんかお芋を使ったやつで。いただきます。この風なかったらテレスコープいいかもしれんな。最後ぐらいもう一回入りたいな、あそこな。うん。今日はただいまの時刻は10時28分。今日19日最終日になります。いや最終日はあいにくの雨で、こっちは風ないんだけど、どうも沖合の方で吹いてそうなんで、一応テレスコープ見ながら沖合に出て風が吹いてたらもうスーサイド、もうそこしかない。でね、今日ねイタリアのメンバー、アルイタに住んでたイタリア のヨーロッパのみんなね、実はね強制的に帰らされたんですね。だから昨日みんな全員帰りました、歩いたの人。だから今この島にいるのはここに住んでいる人と僕たちだけです。あのガイドやってるザックとか、まあ、あのヘルメットが住んでいるんですね。ということでもう一ラウンド行きましょうか。昨日は完食したもんね。なんだなと思って食べて。お腹ペコペコなんで、やっとご飯が食べられるということで、いただきます。何？入ってなかったよね。うん、今日は辛いか。ごちそうさまじゃ。これね、なんちゅう名前やったかな、ドラゴンフルーツやねんか、なんかそんなような名前の。これぷくってこれ開くの、これ。どうぞどうぞ。
すんなすなやん、お前。すんなすなやん。